柏崎です。お迎えのお客様にご案内をいたします。越後線の吉田駅は17時18分0番線です。長岡駅は16時12分1番線です。柏崎を出ますと次は長岡に停まります。まもなく柏崎です。降り口は右側です。
く長岡長岡です。2番線に到着をいたします。降り口は右側です。乗車のお客さんにご案内をいたします。新幹線東急336号東京行き16時38分。階段上りまして3階新幹線ホーム12番線です。新幹線マックス呼吸329号新幹線行きは16時56分新幹線ホーム11番線です。上越線みなかみ行きは16時32分向かい側のホーム3番線です。普通列車新潟行き17時1分3番線です。長岡を出ますと次は三つ家に停まります。降りの際はお忘れ物なさいませんようご支度をしてお待ちください。まもなく長岡です。2番線到着、降り口は右側です。
見つけ、見つけです。堀口は右側です。見つけを出ますと次は東山頂に停まります。まもなく見つけです。
番区に通勤です。4番線に到着いたします。入り口は左側です。乗り換えのお客様にご案内いたします。普通列車新潟行きの吉田駅17時10分5番線です。磐越西線5線津川方面会津若松行き17時31分3番線です。京ヶ瀬水原方面上越線柴田駅18時2分1番線です。2通出ますと14分ほどで終点の新潟で、まもなく新津です。降り口は左側です。
まもなく終点の新潟です。2番線に到着をいたします。降り口は左側です。お迎えのお客様にご案内をいたします。新幹線、時342号東京行き、17時35分。階段上りまして3階新幹線ホーム13番線です。越後線、白山関谷方面、内野行き17時21分。向かい側のホーム3番線です。内野より先ご利用のお客様、牧岩室方面吉田行き17時38分3番線です。特急稲穂9号坂田行き17時34分6番線です。白新線東新潟豊坂方面柴田行き17時39分7番線です。柴田より先ご利用のお客様村上行き17時55分1番線です。なお、臨時に発車ホームなど変更となる場合もございます。駅案内放送または駅電光掲示板もお確かめください。降りの際は忘れ物なさいませんようお支度をしてお待ちください。本日も特急北越号ご利用くださいましてありがとうございました。まもなく終点の新潟です。2番線に到着をいたします。降り口は左側です。